ぼやきっすね。ぼやきもぶれてない。ぼやきもぶれてないっすよ。いや、今年終わっちゃいますね。いよいよですね。今年最後。今年最後。ドリームアカデミアの、えー、トライアルコースですね。はい、まあ、本コースはね、値上げに値上げに120万までなりましたから。まあ、吉田さん、どりやか、興味あるんですけど、ちょっと120万が、 っていう方のために、今回、もう、がっつり、がっつりお値段以上を吉谷でね、ご提供させていただきますので、<laughs> まあね、近々公開しますんで、あの、案内してきますんで、まあ、ここはぼやきっすね、ぼやき。そうそう、でね、僕ね、目標が出まして、目標が決まりまして、なんかその、お金を稼ぐ目的、目標っていうのがあった方がいいじゃないですか。ね。まあ、この前、その、僕、あの、 あの、久しぶりにね、あの、3年ぶりぐらいにマフィア D をやって、まあちょっと売り上げね、ちょっと大きく作った。もう大きく作ったって言っても300万ぐらいですけども、まあ結局そのね、そのお金は歯の治療代に消えるんだけども、あの、またね、なんかその、な、何かが必要だからこう頑張るみたいな、あった方がいいじゃないですか。今回ね、来ましたよ。モチベーション。はい、こちら。あの、 このね、キャノンからついにですね、キャノンからついにこの R6 の M2、こちらね。はい、ちょっと。これです。これが、販売するらしいんです。 で、これ、本体価格が39万8千円で、まあ、その、R、R のね、あの、いいレンズは20万とかするんですよ。だから、まあ、レンズ次第では、本体が40万でしょレンズ 20, 20万で60万くらいするわけですよ。これをね、ちょっと買おうかなと思って頑張ろうっ、つって。<laughs> そうね。もうね、カメラね、もういいんじゃないかなもうこれも一丸なんですけど、今回ね、この顔と、もうここ、これ、これだと思ったのが、 あのこ,れね、この R6 はまあ動画も結構いいんですよで。いいって何かっていうと、まあ、あのなんですかねあの、これ30分規制なんですよ。これ30分で以上撮れないんですけど、この R6 はもう 4K の 30fps だったら無限に撮れるみたいな感じなんですよ。で、60p だとちょっと発熱があって、ちょっとなんだ。 あのまあそれでもまあ撮れるっぽいんですけども、まあ、4K の 30fps ぐらいだったらずっと撮れるよみたいな6時間ぐらい撮れるよみたいなだからそのフルサイズ 4K でまあこれも一応 4K で撮ってるんですけどそれでぼやくそれでぼやいていくっていうね <laughs> フルサイズでぼやくっていうねフルにぼやいていくっていうねそれ,それをしたくてそうちょっとね来年まあこれ、まあ、12月の何歩かに もうちょっと販売かな、これ。でも予約なんですよ、多分。で、あのー、多分ね、すぐ買えないですよね。予約注文しても買えないので、まあ僕はまあ市場に出回ってある程度流通してちょっと落ち,落ちてきたぐらい、だ来年ですかね。来年これ買おうかなと思って、はい。ついにね、出ましたよ。求めてたスペックみたいな。そう。これはめちゃくちゃいい。なんか、待ち、待った甲いがありましたね。 なんかその R6 が出た時にまあ、前の機種ですよねいいなと思う R6 買おうかなとか思ってたんですけどいやでもなみたいなちょっと動画弱いんですよこれはね結構全員入れ全員入れな感じっすね R6 ついにちょっとあのちょっとフルサイズでフルサイズでそうたどうなるのかみたいなねそう興味ですよねそうあのごっついやつですねごっついやつで撮ったらどうなるのかなみたいな まあ,あの自己満ですけどね。まあ一番いいのは iPhone ですけどね。iPhone が一番いいんだけど。<laughs> そう。まあ一応僕はあの動画が仕事なんで、まあそこにお金使うのはね、別にそ,、まあ、それが結局またあ,のあれなんで。そうなんかね、やっぱ稼ぐ目的というかなんかそういうのがないと、まあ頑張れないじゃないですか。うんだってそのなんかお金って、まあ確かにね、今、 あのまあ、僕は昔その、なんだ、ガツガツ売上、まあ上げ、あのもう借金返してからね、そんなにまあ、この前はね、歯の治療代があるからっつって、ちょっと頑張って売ったんですけども、まあ、あの大体、借金を返済してからは、大体まあ1000万ちょいぐらいか、まあ、まあそれぐらいに、年間の売上ボリュームをそれぐらいにまとめてるんですよ。で、前、借金返さないといけないときは、ね、もう、ガンガン売ってましたから、バックエンドとかね。 でそれは何でか、それは何でそう頑張ってたかっていうと、まあ目的があるからですよね。借金を返し,返したいっていう。毎回ね、こう請求書しんどかったですからね。いろんな事件ありましたけどね。まあ独立してから。本当にいろいろあった。だけどまあそれを乗り切れた、それを乗り切れた理由は結局その乗り切るための目的、理由があったっていうね。うん なんかその人類がね、宇宙に行けた理由も、まあ絶対その宇宙に行きたいっていう目的だったり目標だったりとかそういうのは設定があったから行けたと思うんですよ。いつか行ければいいなってみんなが思ってたら、まあ絶対いつ、いつまで経っても行けないですよ。ねいつか宇宙に行けたらいいなってみんなが思ってたら、これね、あの、ロケット作れないですよ。だっていつかはいつでもいいんで、<laughs> いつかはいつでもいいわけじゃないですか <laughs>。明日、明日やってもいい仕事は明日やるみたいな話ですよね。 うん、だからなんかその目的というかなんかここまでこうやるんだっていうのはなんか設定テーマだったりとか設定した方がまあいいんじゃないかなと思いますねうんそうもうねなんかもうお金を稼ぐ目的とかなんかあれがあんまなくなっちゃってね僕もモチベーション昔はやっぱ借金があったからもうガンガンにしてたんですけどやっぱね今年はまあ反省なんですけど ね、あのちょっとあのスロットもちょっといっぱいやっちゃいましてなんかあのだらけちゃったなみたいなもう一回まあ原点復帰で、まあ、動画もめっちゃやってまあ動画の公開の仕方は変えますけどもまあいろんなジャンル動画撮ってあのめちゃくちゃ撮って、うん、めやろうかなとまあそれの一つの、まあ、僕のモチベーションアップでなんかねやっぱあ,のあると頑張ろうかなっていうね そう男心をくすぐるわけですよ。あっ何か綺麗だなみたいなね、まあ。いらないんですよ。いらないんだけどな。ただのぼやきだからこの、ね。ただのな。ただのぼやきがめっちゃ綺麗みたいなねそう。ぼやき動画。ぼやき動画だけめちゃめちゃ動画綺麗だぞみたいな。無駄に 4K みたいな。<laughs> いらねえけど無駄に 4K みたいな。なんかそ,そういうギャップの狙いも僕好きなんで。ね。ぼやきですよ、ただの。で、なんかちゃんとする動画は iPhone みたいな。 講義は僕 iPhone で撮りますからね無料の講義は全部基本はまああのドリアカの有料のやつとかはドリアカの有料のやつとかはちゃんとしたビデオカメラで撮ってるんですけど 4K でねそうああそうぼやきそれでいきたいんですよ撮ってみたいと無駄に 4K っていうね無駄に 4K っていう <laughs> 別に 4K じゃなくてもええやみたいな まあ何かっていうとまあなんか目的とか目標だったりとか,なんか何かないよりかはあった方がいいと思いますねまああと欲しい何でもいいんですよ欲しいものとかこれ欲しいなとかうんだからこれだから別にもうシンプルでいいんですよこれが欲しいから頑張るそれでいいんですよ本当に。なんかその志を抱けとかねなんかその大志を抱けとかねでかすぎるでかすぎるもう目先のこれ欲しいでいいんですよ 目先の女性を落としたいでいいんででんすそれでそ,それが一番僕はモチベーションが上げやすい方法かなと思うんですよだってでかすぎるとでかすぎるんでイメージできないんですよねモテる人は持っ,て持ってもいいと思うんですよでもでかすぎるとなんかぼんやりしちゃうなんかその画素数がぼんやりしちゃうでもこれってなってればこれってなっててなおかつ値段も出てるわけじゃないですかいくらっていうじゃあいくらこれを稼ぐと あいこれいくらだからねいくらだからじゃあいくらの商品を何人に売ったらどれぐらいの売り上げだなっていうのがもう算出できるわけじゃないですかもう具体的にねでもそれがもうなんかあの分かんないと分かんないですよねそうだからまあ本当にまに今年も終わりますけどもあの明確にねそれはなんかもうシンプルでいいんで明確になんか欲しいものとか叶えたいものとか手に入れたいものを あとはまあい,ついつ手に入れんのみたいな。いつまで手に入れんのっつって。まあそういうのは決めた方がいいと思いますね。じゃないとなんかやれないですよ多分。多分やれない。うん、よくね、まあ,あの欲しいものないんですよとか、なんもないんですよっていう人いるんですけども、 きついっすよそれ,でずそれでずっとビジネス続けていくのは結構きついと思います要は動機がないとその稼ぐ動機ですよねもちろんそれがお客さんの笑顔が楽しいとかねそういうなんかそういうのも一つあればあるでそれはいけるかもしれないですけどもうーん僕のすいません価値観とか考え方は結局自分の人生は自分なんで自分がどうしたいかなんですよねでその人はねそのお客さんのが笑顔になれば 人生幸せっていうだけであるならばそれでいけるけども例えばでしょ分かりやすく言うならば自分がめちゃめちゃひもじい自分がめちゃめちゃ満ちてないねなんか1カップラーメン一日1食100円のカップラーメンしか食ってませんだけどうん一生一生ねまあ極端すげえすげえ極端ですけど40年50年1日1食100円のカップラーメンだけで食っていや僕はね利益出なくても。 おお客客様のためにに利益還元してお客さんんが笑顔になればいいんです40年1日100円のカップラーメン食ってこれねなかなかできないですよ多分 <laughs> まあ極端ですよだから結局何が言いたいのかっていうとある程度やっぱ自分の満たす自分がなんかどっか旅行行きたいなとかねこんな服着てみたいなとかねこんなのが美味しいなってそ,それはある程度はちょっと満たしとかないと還元するのは難しいよって話ですよね うん、そうまあでもねそれもね、まあ、難しいんですけど自分が辛くてもやらないといけない時もありますからね、まあ、僕もあの借金で、ね、内心はね今月の支払いどうしようみたいなの,が <laughs> ああの月末とか支払い期日がね近づいてくるともうね、まあ、しんどいですよだけど「どうも」みたいにやるわけですよ、まあ、そういう時期もありましたよ 表情ではね「どうも!」みたいにね空元気でやっていかないといけない時もあるんだけどもでもそれがずっとはきついですからやっぱある程度やっぱ自分,自分ご褒美じゃないですけど何か自分満たしていかないとやっぱねああの人間ですから自分が空腹でね腹減って死にそうな時にね腹減って死にそうな時に快く快くこのパン食べていいよって分け与えられる人は あんまいないなんで、まあそれは多分ね神様というかねマザー・テレサというかね、まあ、そ,そっちの次元の人たちなんで、まあ、そういう次元の人たちだったらその次元の人たちは多分見てないと思いますしいないあんまいないと思うんですよそう、快くねだってまあ生存本能的にもそれ食わなかったら死ぬという状況でねそれっていうのはつまり自分が死んでもいいよって話じゃないですかだから生存本能的にもそれはできないはずなんですよ ね、そ生きるっていうその本能があるんだったらねでも別に死んでもいいよっていうことであるならばそれはできるかもしれないけどもでもまあ自然原理原則で生きていくっていう生存本能がそのままあるとするならばやっぱ自分も、まあ、できたとしても半分分け与えるとかですよね自分も食うしじゃあもしくはその容量ねなんかその子供だからいっぱい食べなっつってで僕はこれだけでいいからだ。 だから10%だけ食べて、パンをね、10%だけ食べてね、残りのこれはいっぱい食えと、育ちだかないっぱい食えそれはできるかもしれない。100%をね、分け与えるのはなかなか信なの技ですよ、多分。まあできるんだったらすげえと思います、それは。それはすごい。で、それで自分が死んでいくってことですよね。それを選べるんだったらマジすごいと思います、それは。でもそれはなんかね、ちなんかもう違う領域ですよね、なんか。そう、なんかもうすごい高次元の話ですね。 だから、まあ、あのしっかり自分もある程度潤してで還元していくっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。うん、そうだって企業とかもそうなんですけどもやっぱりその儲かってないとお客さんに還元できないですよね儲かってない儲かってればも儲かってるから開発もいっぱい開発費用も投入できるしで儲かってなかったら開発費用出せないじゃないですか。だからアップルもいい製品を提供してくれる いい製品をね僕はアップル信者なんですけどもアップルが売り上げ下がっか、売り上げ全然上がってなかったらあんな製品世に生まれないでしょ売り上げがあるからその製品の研究に対しての人材とか、まあ、いろんな費用を算出できるだけであってうんまあこれちょっとねキヤノンさんねこれね ちょっと来年楽しみですね。ちょっと来年ちょっとたもうちょっと楽しみになってきましたね。買うぞみたいな。マーク2ですね。一応これもね、マーク2なんですよ。しかもこれが、これね、これが、僕が今使ってるのが、その、これも6なんですよ。これは、あの、あの、あのふ,ふる、ふる、あの、でかいやつじゃなくて、そう、だから、シックス、シックスセンスみたいな話ですよね。 シックスセンスみたいなまあこの一眼もういいんですよ今何分だ15分かこの一眼もう悪くない悪くないんだけども、うん、初心者向けなんですよまあ僕は初心者ですけどなんだっけなシックスもうこれ売ってないのかな 売ってないのかあれこれ出てないなあ APSC AP で探せばいいんだ APSC で探せば出てくるかあでもこれもう出てないなすみません僕のカメラもう出てないですねすみませんすみません僕の6 これシックスなんちゃらなんですよ。名前なんだっけな。あ M6 だ。M6M2 です。これ M6M2 なんですよ。M6M2 です。はい、今度は R6 にありますから。R を手放して、R を手に入れるっていうね。どうですか。これ M なんですけど、M6 ですね。 今度は、えっと、R6 になります。今度はね。<う> R6 の m ーク k 2これは M6 の m ーク k 2です。この一眼レフね。うもう、もう、これ廃盤ですね。売れてな、ね、い。もう、そこに3年前ぐらいに出たんですよ。もう3年前かな。出たのはいつだ、これ。ちょっと調べていいですか。m 6 m ーク k 2多分3年ぐらい経ってたと思うんですよね、もう。m 6 m ーク k 2 M6M2 が、うん、これ出た日いつだ価格コムで見ればいいのか。あ、でも 2, 2年前か。2年前ですかね。うん、あ、でも、いや、すみません。あの、2019年ですね。2019年9月27日に出てます。M6 の M2。だまあ、3年ぐらいですかね。 今、2022年でしょだから、んまあいいや。まあとりあえず、まあ夏、夏まで頑張ろう。<laughs> 夏までちょっと頑張りますよ。はい、あとね、写真、僕写真も撮るんですよ。まあ最近はちょっと写真撮ってないですけども。だキャノンって、その写真もいいですよね。写真がいいんですよ、キャノンは。そう。なんかあの、 戦場カメラマンじゃないですけど、この、こなんで、こう撮って。まあ、インスタもやってますから、僕一応。そう。でもね、結構ね、いろいろ買いましたね。いろいろ買いました。うん。いろいろ買いましたね。でもね、これもね、あのー、買わないと、うんな、なんですかね、お金って、 まあ銀行口座に入ってる通帳残高を見てねニヤニヤすることはできたりとかねあ,あ安心だっていうのはあるんだけどそれで終わりなんですよじゃ仮にねそれで、まあまあ、銀行口座にお金があるじゃないですかで明日死んだらどうするんですかみたいな、まあ、何が言いたいのかっていうとお金だけ持ってても結局そのニヤニヤできるとか安心はあるかもしれないけれどもそれ以上それ以下になんないんですよ でもそ,のそれをお金っていうものを何かのサービスだったりとか何かその体験価値旅行だったりとかね例えばバンジージャンプもただまあただでいけるやつはあるわけないですけど、まあ、ツアーとかでねバンジージャンプとかねスカイダイビングとかね、まあ、それもお金払ってやるわけじゃないですかスカイダイビングとかねでもその体験価値っていうのはあのまあ何すかね心に残るというかうーん だからまあそういうふうに使っていかない使って何かにこう変えていかないと、うん、まあ何のために金稼ぐのって話ですよ本当に。に <laughs> や本当正直言うと貯金だなんかねく堀江さんが「貯金すんなバカ野郎」みたいな本はあると思うんですよ「ありがね全部使え」みたいな、まありがね全部使わなくてもいいんだけどもいやそ,えそれでいいの人生みたいな。 貯金通知をニヤニヤしてる人生でいいのみたいな <laughs>。まあ人それぞれなんでね、あれなんですけど。で、それを使わないんだったら、なんかあんま意味ないんじゃないかなと思うんですよね。まあこれも僕もその考えないろんな勉強してお金に、まあずっとお金のコンテンツ扱ってますから、まあお金に関する考えは、まあいろいろ考える量は多いわけですよね。だからまあ行き着いたのは、 どうお金を転換して価値、価値、あの自分の体験に変えていくのかっていうのが結構大事だなっていうのは今思うことですね。40になって。特に僕なんかもう年取ってね、もう死んでいくばっかじゃないですか。だってもう折り、人生の折り、80、まあなんだ。まあ平均寿命が80歳とするならば、うん、もう折り返ししてんじゃないですか。でもう年取って死んでいくばっかじゃないですか。だからそのね、 億万長者になってもね、その億万を使わず死んでったら、なんか、なんかもったいないじゃないですか。だから僕は死ぬときは逆を言う、死ぬときはもう貯金残高ゼロにしたいんですよね。全部使い切るみたいなね。稼いだら全部使い切って死ぬっていう。でもそれがベストだ、僕はベストだと思ってるんで。で、あとお葬式とかいらねえと。ただ海に、僕は海にね、骨を撒いてくれみたいに、遺言を書いておこうかなと思うんですよ。 海をあの骨を海になんかやってくれみたいなでその仮装台だけ残しとくみたいな仮装台だけ何、まあ、か焼かないとダメなんですよね確か死体をなんか生き生きするとなんか罪にとられるのかなだかやや焼かないと埋葬しないといけないらしいんですよ確かでそれだけはだ墓とか維持費かかるじゃないですかだからもう,もう骨あの適当に適当に,適当にあの <laughs> 海に 骨をこうやってておいいみたなだ,だ,だからまあでも稼いで使うっていうことをみんなすれば経済も循環するし日本が不景気な理由っていうのはみんな金使わないんですよ。まあ所得がもちろん下がってるっていうのもあるんですけども結局その所得が下がってる理由って。 会社の売上が上がってなないいわけじゃないですかで会社の売上が上がってない理由ってみんなが使わないからじゃないですか使わないから売上上げ,上げられないじゃないですかでなんで売上上げ,上げられないかっていうと所得が低いですでその所得が低いんだけどもあのそう、まあ、商売してるので売っていかないといけないじゃないですかじゃあ所得が低いけども売っていかないといけないじゃあどうするかっていうと利益を落とすってことですよね 安く安く提供するんですよ。でも利益が安くするから利益が落ちますよね。で、利益が落ちるから儲かんないですよね。で、儲かんないから給料にも反映されないですよね。だからこの負のスパイラルがずっと続くし、多分これからも多分、これは日本はね、多分変わんないですよ、これ。<laughs> しかも特に日本なんかね、僕も商品売ってるんでわかるんですけど、やっぱね、買わないですから。ね、僕セールスしますけど、買わないでしょ まあ買ってくれる人は一部いると思いますけど大体買わないですからね,ね自分の人生変えたいとかねお金稼ぎたいと思ってもそこに勉強代として払わないんですよなんでかっていうと自分の銀行口座から出てくるのが怖いんですよそんなもんなんで <laughs> だから結局みんなそんなもんだから日本も変わらんし特に日本はもうそういうなんか貯金が正義みたいなのがもう文化としてあるじゃないですか貯金しとけよみたいなね でそれは昔の話だよね。それは、その何十年前は銀行にお金入れてるだけですげえ増えたっていう時期があるわけじゃないですか。利子がなんぼみたいな。今なんか貯金してもね、0.00なんぼじゃないですか。なんぼ増えないですよ。<laughs> どうですか <laughs> 貯金増えます全然増えないですよ。<laughs> ね、昔はなんか、何パー、2パーとなんか、結構4、なんかあったんですよね、多分。そうすげえ昔はね、バブル時期とかは。 今はね、銀行の利子、なんぼだよ、みたいな。点零零メガバンク、三菱 UFJ とか0.00なんぼですよね。2%とかですかね。全く言えないその <laughs> 昔と今違いますからね。だけど、その、まあ、昔のその文化が継承されてる貯金が正義みたいなのがやっぱ洗脳されてる部分がありますんで。 まあ貯金が悪いわけではないですけども結局まあ僕が言いたいのは買えってことなんですよ <laughs> <laughs> まあセールスしてきますからね <laughs> かか買わ結局そこかみたいなね <laughs> そうですよそうなんですそうなんです <laughs> いや僕もでも買ってきてますからね うんまあ、僕がちょっとありがたかったのは昔その会社でこういろんなセミナーとか合宿とか、まあ、会社にも教材あったりとかしたので、まあ、それはありがたかったですけどねだからまあ会社の経費としてまあこう合宿に行くとかね、まあ、そういうふうに参加してましたけども、まあ、でもその会社の売上っていうのはまあ僕もまあ貢献したりとかもしてましたんで、うん、会社の売上イコール僕も作ってるっていうあれだったんで、まあ、僕のお金ではないですけども。 うん、でもまあそこにまあお金使ってきてるわけですから僕も勉強する上でね、うん、だからその何すかねあのそこにお金を払いたくないということだったら勝手に成功してくれとサポートも必要ないと、ね、無料のまあ無料の情報もね今質がいいので全然ね全然いいですよ、ね、だって YouTube ね検索したら全部ぼやきにならんでしょ これぼやきでねぼやきですけど YouTube でなんか調べたいことがあるとかねネットで調べたいことって調べてぼやき」みたい全部ぼやきみたいえみたいなないでしょうなんかねご丁寧になんかスライドショーでなんか分かりやすくね講義してくれてたりとかいっぱいあるじゃないですかお金だから1円も使いたくないんだったら1人で調べて1人でやって1人でサポートを受けず1人で成功してくれとでも環境もあるし情報もあるんですよ で、それで無理だった。それできついなと。一人でダイエットできないなと思うんだったら、金払ってライズアップ行ってくれって話なんですよ。ね。で、僕は一人でできない人に売ってるんで。だって一人でできる人って、売れないじゃないですか。だって一人でできんだから。<laughs> どうすか。<laughs> 一人でできる人に売りようがないですよね。だって一人でできるんだからで。僕が売ってる人は一人にできない人なんで、で、一人でできないんだったら、もう入ってくださいって話です。 ライズアップ入ってダイエットしようぜって話です <laughs> でもねみんなねあのお金も払いたくない一人も一人でもできないわがままなんですそうわがままボディーなんですわがままボディーなんですわがままマインドなんですお金も払いたくない一人でできません無料でなんか簡単に稼げるみたいなね わわががままままマインドななんんでですすままボディなんですよしょうがない <laughs> な,なんか犠牲なんかリスクというかなんかなんかそのねやんないと、うん、<laughs> お金稼ぎたいんだったらねお金のだって別に僕のね塾入らなかったとしても僕の塾費用ぐらいなんかは生,生涯生きていく中で絶対使いますからね 別に僕にお金払わなくてもどっかでお金落としてるんで, <laughs> でお金稼ぎたいんだったらお金稼ぐためのなんかそこに投資していくっていうそ勉強ですよなんか儲け話に金突っ込むんじゃなくて自分のスキルを上げるための勉強のあれとして払うってことですよ儲け話に乗っかってお金を預けるっていう話ではありませんよ大丈夫ですかちゃんと自分のスキルを上げるねっ ね、自分ができるようにする。そこにお金を使うってことです。うん。二十28分ですね。そろそろですかね。ぶれない。はい。ということで、えー、来週ぐらいですかね。えー、あの、案内してきますんで、あの、ウラメルマあ、この YouTube の人はウラメルマ入れてきますんで、ウラメルマ登録してない方はね、登録しておいてください。ウラメルマの方でご案内します二2日間ですね。一応、あのなんだ。 えっと、は販売日が一応販売日決めたんですけど販売日が、えっとね、12月の17、1817、18の土日この2日間でご案内させていただきますでもうあの今回案内した価格では一生売らないので、まあ、また値上げですすみませんまた値上げしていきます今度売るときは値上げキャンペーンでやっていきますんで本当ね一番最初は一番お得なんだよマジでこれは本当に <laughs> 一番最初はマジで一番お得にしてるんで、まあ、どんどん値上げしていきますから はい、では終わります。バイナラ。